Gim Redskins. やっほー、アミです。はい、今日は Get Ready With Me を撮っていこうと思ってね、これからの自分の目標を語りつつ、髪の毛を黒くしたので黒髪に合うメイク方法を紹介していこうと思います。なんか実はまだこの YouTube を載せる頃には多分もうアップされてると思うんですけど、勝利くんとそのウィルシャナくんと一緒にミュージックビデオを撮りに行ったんですよ。あとユイさんっていうね、もう一人キャストさんがいたんですけど、その4人でサマードライブっていうね曲、勝利くんとウィルくんが新曲を出したんですよ。多分それも7月末に出されてるのかな。でそのミュージックビデオを撮りに行ったんですけど、朝の6時半現場入り でそっから帰ったのが夜の8時だから、14時間の撮影になったんですけど、結構ね暑くて、千葉フォルニアっていうところに行ってきたんですけど、結構綺麗だったんですよ、そのね千葉フォルニアっていうところが。でもすごい暑かったけどめっちゃ楽しい撮影になったので、勝利くんのところから飛んで見てみてください。多分サマードライブって調べたら出てきます。これで私のことを知ってくれる人が増えたらいいなって思ってます。最初にねカラコンをつけていきます。カラコンはチェリットのチェリーヌードをつけてます。めっちゃナチュラルなんですよ。てか久しぶりの家の撮影だからさ、カメラの画角と光の具合が分かんなくてさ、目が悪くなったからさ、カラコンつけるとすぐぼやけんの。だからどう映ってるか分かんなくて、これ塗っていきます。エスポアの日焼け止めのサンクリームです。東京に上京してきて早3ヶ月、何が変わったかって聞かれると、まず交友関係が結構変わってきたでしょ。だからやっぱり東京に来たらそういうインフルエンサーの人とか、あと仕事上で関わっていく人が大阪の時と比べて変わってきたし、一個一個の仕事が結構重要になってきたなって感じ。なんか大阪にいた時はなんか仕事はあったけど、そのやっぱり遠いから大きい仕事のお偉いさんとかと会う機会が全然なかったから、もう東京来てから結構それが変わったかなって感じです。あとなんだろうね、東京に来て変わったことといえば自炊のスキルが上がったぐらいかな。あと今月やっと歯の治療、歯並びが悪くてかかった、あとこれを載せてる頃には多分歯がもう治療され始めてるって感じかな。次ポール&ジョー塗っていきます。でもなんか正直なんか自分の目標が今なくて、そうなんか事務所の人にもすごいなんか申し訳ないんだけど、悪い意味じゃなくてなんかいい意味で、なんて言うんだろう、仕事の幅が増えていくにつれ自分が何をしたいのかっていうのが分かんなくて、自分に何が合うのかが分かんなくなったから、これになりたいっていうのがあんまりなくて、今自分がしたいことって言えば、いろんなジャンルの仕事をしていろんな経験をして自分にどれが合うのかっていうのを今探してる途中なんですよね。まあだから言うて東京に来て3ヶ月しか経ってないから、そんな急に環境が、まあ、ガラッと変わるようなこともあると思うけど今んとこないし、とりあえずもらった仕事をして自分に何が合うかを探したいいんですよね今は。だから正直今何をしたいのかっていうのはない。でも目標といえばチャンネル登録者数は必ず2桁は行くようにしたいのと、インスタのフォロワーも2桁行きたいでしょ。あと TikTok もさ、しようと思うんだけど自分の系統が分かんなくて、みんなは自分に対して何を求めてるのかが分かんないし、それはもちろん美容メイクとか見たい子は絶対いると思うから、まあ、そういう本とか買ってね勉強はしてるんだけど、それ以外何を求めてるんだろうって思ったら分かんなくなってきて、自分がどういう感じに発信したらいいのかが分かんないですよね。寝不足でクマがやばいので、アンドビーのファンシーラーのオレンジの部分を使ってちょっとクマ消していきます。そうだからとりあえず私は東京に来たから、しかも一人じゃん、一人ってなんか思ったより孤独なの。東京友達もさめっちゃいるってわけじゃないし、ましてやなんかすぐに友達が会いに来れる距離じゃないからむちゃくちゃ孤独なのよね。夜一人で寝る時とか悲しくなるけど、孤独にならないように頑張って過ごしたいなって思うのと、あ、コンシーラーしていきます。これザ・セムのコンシーラーです。最近思ったのが、なんか暇な時間を作ったら無駄なことを考えてよく落ち込んだり泣いたりするから、私ずっと忙しい方がいい気がするの。だからなるべく暇な時間を作らずに考える時間をあんまり作らないでおこうと思って、最近は何かしら予定を入れるようになりました。でもなんか密かに思ってるのは、炎上とかそういう系には気をつけないとなって思ってます。この先何があるか分かんないじゃん。そのファンのことを
もうちょっと距離縮めたいなっていうのはある。今画面上でこうやって会ってるけど直接喋ったことないじゃん。遭遇とかはあると思うけど、そんなさ、たかがさ 1,2 分とか、短ければ30秒とかでさ、もうなんか会ったとは言うけど、フォロワーからしたらただただ遭遇しただけであって、話す目的で会うわけじゃないから、なんか自分の中ではやっぱりそういうイベントとかに出れるようになるように、その仕事を頑張ってファンの子たちに会いたいって思うし、だからやっぱり会った方がモチベは上がるだろうから、まあやっぱそれは自分の頑張り次第なのかなって思ってます。で、次エレガンスのパウダーしていきます。そのマネージャーとかに言われるんですよ、目標とか。でもなんか自分の中でなんかちゃんとした目標っていうのがないから困らせちゃうのがあるんですよね。いろんなインフルエンサーの人と会って、まあ、そんなめっちゃ会ってるってわけではないんですけど、まあ、やっぱり何人か会ってそういう仕事の話はするんですよ。アミちゃんは今何してるのとか、アミちゃんはどうなりたいのとか聞かれた時に、なんかどうなりたいかって言われたら分かんないんですよみたいな。でどういうのをしてるように見えますかって言われた時に、なんか役者さんしてそうとか、あとモデルさんしてそうとか言われるけど、なんか正直自分に自信がないから、なんかそういう風に見られると思ってなかったから、あ、そうなんだみたいな感じだったんですよね。あ、アイブロウしていきます。これヘラのやつです。なんか周りから見て自分はどういう風に見られてるんだろうって思うし、なんかやっぱり自分がしたいのとさ、周りにいる大人の人たちが自分に求めてることって多少違う気がするのね。だからそれをどうやって合わせるかがっていうのがすごい難しいと思うから、そこを頑張っていかないとなって思ってます。最近ずっと洗面所でさメイクしてたからさ、久しぶりにここでメイクするのがなんか難しい。洗面所の日の当たり具合が最高すぎてずっとそこでメイクしてるんですよ。そう、でもインフルエンサーの人と会ってて思ったのは、なんかやっぱりみんなしたいことを口にしたらそれが実現するようにしっかり動いてることがやっぱりすごいなって思ったし、なんかそういう考えたら自分は言うだけ言ってあんまり行動に起こしてないから結果が出ないのもあるのかなって思ってる。なんか TikTok とかもやっぱ全然載っけてないじゃん。載せるのをちきってる自分がいるから載せない、プラスなんか言い訳してるっていうのは、なんかその心の奥底で気づいてる自分がいるんですよ。マイマスからしていきます。ヘビーローテーションです。行動に起こさないとマジで東京はどんどんね押されてく、みんなの波。自分が主張しないと人って結構揉まれてくから、その中で這い上がって有名になった人はすごいと思うし、みんなしたいことをしたいってなんだろう、実現するように動いてるからうまくいく人が多いんだなって東京に来て思いました。今ノーズシャドウを描いてます。これはアートクラスのやつです。でもなんか自分はさ、なんかインスタとか見てて思うんだけど、系統をなんか決めてなくて、そういう大人っぽいとかなんかそういう系統を全然決めてなくて、ただただ自分がしたいのを乗っけてるだけだから、まあそれに満足いかない人もいれば、それはそれでいいよって言ってくれるファンもいるの、ありがたいことにね。とりあえず自分がしたいようにインスタは投稿していこうかなって思ってます。海外っぽいメイクしたい時もあれば、日本のなんか可愛らしいメイクをしたい時もあるし、服装に関してもそう、清楚系とかもしたいし、でもどちらかといえば自分はストリート寄りだからストリートを多めにしたいと思ってるし、髪型だってなんか別にバッサリこう、そう切ったのさ理由とか私マジでないの。なんかなんでボブにしたんですかとか言われるんだけど、私髪の毛切るときって基本的に思いつきで切るの。正直自分の見た目に関しては系統とか全然決めてなくて、ただ自分がしたいようにしてるだけだから、こういう系統がいいよとかこっち系にしなよとかなんか言われるのがまあ嬉しいけど、なんか完璧にそっちには行きたくないなって思いながら、あ、こっち系が合うんですか、ありがとうございます、やってみますみたいな感じで自分は受け入れてるから、こっちに行きなさいとか言われるのがすごい嫌なんですよ、自分の中でね。自分がしたいようにしたいからっていうクソわがままな。自分がしたくないことをさネットに上げてさ、どんどんフォロワーが増えていってもなんかあんま嬉しくないんだろうなって思ってる自分の中では。アイホールに載ってるのがエチュードのカフェインホリックってやつです。この色とこれ、この2つ混ぜて今アイホールの3分の2あたりに塗ってます。自分だけじゃないと思うんだけど、たまにさ自分がさこう仕事とか、まあ、部活とか勉強とかしてて思うのってさ、自分って何のために生きてんやろって思う時ないですか。これこの色を取って二重幅とこの涙袋のところに塗っていきます。え、これ私だけなのかな、なんかたまにさ仕事とかしててさ何のために生きてるんだろうって思う時があるんですよ。そういうことを夜考えることが多くて、一人で泣いたりとか、お母さんが亡くなったっていうのもでかいから、自分の中の心の支えがないんですよ。
情緒不安定っていうか、すぐ落ち込むし、なんか落ち込んだかと思えばすぐハイテンションになるし、自分では認めたくないけど、多分今自分の心の支えになってるっていうのがないんですよ。その失敗するのがすごい怖い。失敗した時の落ち込み具合の時に誰が励ましてくれるかっていうか、誰がそばにいてくれるかって考えたらマジでいないんですよ。お父さんも今大阪にいるし、すぐ大阪に帰れるってわけじゃないから、その東京で失敗をしたくないっていうのが一番でかくて、その大きい仕事とかなんか踏み出す時にそのリスクが怖くなって、なかなか前に行けないっていうのが、多分今自分が直さないといけない試練なんだなって思ってます。ラブライナーの、これ多分普通のブラウンだった気がする。今日はね、一応黒髪に合うメイクだからピンク系の色を使ってます。イエベさんだったらね、最後に締めでオレンジブラウンのリップ使ったりとかでも全然いいと思う。あとブラウン系ね、まあ、でも勝利くんとかと一緒に仕事して思ったのが、なんかやっぱ自分がしたいことを周りの目を気にしずにするのがいいんだなって思った。なんかリスクがあろうともしないまま終わったら多分後悔が余計でかくなるから、しない後悔よりかはして後悔するのがいいと思うから、よし、かけた、 OK。 ちょっと最近は自分を好きになるように、自分が嫌いになるようなことをしないようにしました。だからそれでこそ、顔がむくんでる自分が嫌いなんだったらむくまないように、自分を好きになるように行動を最近始めたし、面倒くさいことを後回しにして嫌がってる自分がいるんだったら、面倒くさいことを先にしてスッキリしてる自分を想像するみたいな感じで最近は行動してます。粘膜の部分にこのキャンメイクのクリーミータッチライナーを使っていきます。でもなんか最近は思ってるのが、なんかインフルエンサーの人とかさ、やっぱ影響力があるから、何かミスをすればすごい叩かれるじゃん。悪いことを分かっててやるのは、まあそれは多分悪いと思うし、謝らないといけないと思うけど、そういう言葉の誤解とかで炎上したりしてボロクソに叩かれたり人とかいるじゃん。自分が逆の立場になったらどうなんだろうって思う。たとえ影響力がある人でも人間なんだから、傷つくことは傷つくし、逆にそれが自分の家族だって思って言われてるのを見たら、絶対見てるのしんどいでしょって思うから、自分が出せない弱さを悔しくなってその人に当たってるって感じで、分からへん、なんか日本語が難しいからどう言えばいいか分からへんけど、みんなで仲良くしようっていう。人間が一番怖いと思う、この世で。今ね、涙袋を描いてるやつがね、さっき眉毛をペンシルで描いたやつなんですけど、ケイトのアイブロウペンシルです。これこの状態で描けたので、次この濃い色、この2つ混ぜて、涙袋の描いた粘膜ゾーンあるじゃん、ここの三角ゾーンに続くそこをなぞっていきます。こんな感じです。よし、じゃあこのままラメをつけていきます。上の部分がこれ、いやマジでちょっと、次これ黒目の下あたりにだけ塗る。よくないことなんだけど、最近メイクの過程が雑になってきた。今ちょうどメイクを楽しいって思わない時期、メイクがうまくいかなかったりしたり、パターンが一緒すぎて思んないとか。でも正直これをしないと漏れないっていうのがあるんですよ。だからみんなあるじゃん、自分の中のメイクのこだわりっていうのが、これをしないとブサイクに見えるとか。私の中では目のポイントがそれめっちゃ多くて、だからそれでこそ涙袋を描かないとすごいおかしいって思うし、かといってアイライン短くするとおかしいって思うし、この三角ゾーンの部分も描かなかったらなんかおかしいって思うから、もう結局いつものパターンになっちゃうじゃんって思うから、それをいつかフォロワーの子に言われそうですごいヒヤヒヤしてる。これロレアルパリのマスカラです。最近マツパしたからね、ビューラーをする必要がなくなった。はい、こんな感じ。まあ私は年内頑張ってインスタグラムのフォロワー数10万人行くつもりなので、温かく見守っていただければなって思います。全然宣伝してくれちゃってもいいよ。次、セザンヌのチーク使っていきます。最近この色気に入って使ってるんですよ。ふんわりつけていきます。夏場は私すぐほっぺた赤くなるからね、チークあんまり濃くつけちゃうとなんか余計赤く見えるんだよな。はい、こんな感じです。次はリップか、モージーのやつにしよう。これ使っていきます。これはね、あのマジで学生さんにおすすめのリップのカラーだと思う。この色嫌いな人多分いないよ。これね、ブルベでもイエベでも合う色だと思ってる、私は勝手に。色黒さんとか肌が白い人とかでも、その人にしかない色の出し方をしてくれるからおすすめ。ほら、なんか赤っぽいんだけど、めっちゃ赤ってわけじゃないのよ。こんな感じでメイク終わりです。じゃあ髪の毛セットしていきます。一旦バイバイ。
はい、こんな感じで髪の毛をセットしてきました。この長さマジで困るんよな。ちょっとバリエーションがなくなってきたわ。ずっとこの髪型です。 Get Ready With Me を久しぶりにしたんですけど、まあ目標をちょっとねみんなにいろいろねこう言ったんですけど、私はこれからも更新し続けていくので、まあどんな形になろうとも我が道を貫いていくつもりなので、あったかく見守ってくれると嬉しいです。はい、今日の動画はこれでおしまいです。また次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。